はい、タンタンです。今日はそうですね、マーチ、新品の、つい最近発売になったドレッドノートジュニア、こちらご紹介します。これが、税別で、11万円定価、実売で10万円を切るぐらいの価格で、販売することが、可能になった、マーチンの新しい機種ですね。これはピックアップがついてます。そうですね。これが、ボリュームとトーンがフィッシュマンがついてますね。ここで調整ができる感じです。従来の通常通りのこれ D28 なんですけど、大きさ見ていただけるとこんな感じですね。わかるかな、こんな感じで7インチぐらいになってるのかな。小ぶりのサイズでね、抱えやすくて、どっか持っていくにも便利ですね。今まで LXM シリーズが主流になってたと思うんですけど、そんなお客様が多分要望が強かったのが、ドレッドノートのそのまんま小さくしたものが欲しいということで、これはハイプレッシャーの材を使ってなくて、トップスプルースと、サイドバック、ネックもかな、そうですね、ネックもですね、いい感じの材使ってますね、ちゃんと。これはマホガニにすごく似てるサベリ材っていうのを使ってますので、やっぱ生の音がすごく良くなります。すごくあったかい音がします。なんかマーチンは今までちょっとやってなかったんですけど、やっぱりマーチンいいですよね。もともと私もマーチン好きで、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、ずっとマーチン売ってきてて、まあ、私の店でも取引が開始になりましたんで、ぜひマニアックな話をね、お客様としていければいいなと思っているさなか、ドレッドノートジュニア、すごく小ぶりで抱えやすい感じですね。かといって小さいからチューニングが通常チューニングできないのかっていうと、そうでもなくて、ちゃんとした通常のチューニングでできますので、結構ジャンルは問わずに弾けるんじゃないかなと思います。お子さんとか女性の方なんかにもおすすめですね。そうするとお父さんはドレッドの28だ、18、45だとかを持っていただいて、奥様、お子様が、ジュニアを持ってもらう、まさに、ドレッドノートジュニアです。で、ケースもね、すごく可愛い、クッション性も強いマーチンのロゴが入った感じのケースなんで、このまんま車とかでもトランクにポンと入れて持っていくにも十分耐久性もありそうなケースです。で、うちに入荷するギターに関しては、やっぱり全部一回弦取って、マーチンですけど、安心なんですけど、やっぱりチェックします。ネックの反りとかないかなとか、いろいろしますね。で、まあ、フレットに対して、弦コードのくらいが弾きやすいかなとか、いろいろ考えながら、常にスケールで、通常チューニングをした時の、6弦を測って、高かったら少しいじってあげたりだとかももちろんしてます。お客さんの要望によってはすごく低くしてくれるっていう方に関してはしますね。これで今の弦高で 2.6 弦で 2.6 ぐらい、1弦で弦高 1.5
1.8 ぐらいかな。 1.8 ぐらいですね。なので多分他者様でこう見てるものよりもおそらくちょっと低めにはしてると思います。私が弾きやすい原稿に合わせていく感じなんですけど、サスティンもちゃんと残しつつの原稿の高さ、このくらいが多分ちょうどいいと思いますので、いいと思います。そんなこんなでマーチンの、ドレッドノートジュニアですね、これ、早速販売いたしますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。タンタン、ドレッドノートジュニアでした。